チェックチェック、マイクチェック、マイクチェック、ボリュームを出さないとね。これ富山ブラックサイダー、これね、山椒とか胡椒の味がピリピリとするんですよ。今日ね、まだもう一個違うネタがあってね、皆さんあれ、金沢カレー知ってますか？カレーライスのね、私カレーライス大好きです。カレーと名の付けばね、まあカレーを嫌いな人はそういないでしょう、ね。で、その中でも、金沢カレーってかなり有名じゃないですか。あれ、秋葉原でね、すごい流行ったんでしたっけね。すごい濃い感じの。で、金沢にはチャンピオンカレーっていうのが多分一番メジャーどころになると思うんですけど、それ福井にもね、あるんですよね。私、チャンピオンカレー大好きで、私、若い時1年間ぐらい、金沢に、1年半ぐらいかな、金沢に住んでた時があって、で、その時もね、チャンピオンカレーよく行ったし、たまにね、もう強烈に食いたくなるんですよね。で、ちょっとお見せします。金沢カレーコーラ。出ましたわ、出ましたよ。まあね、世の中ネタ商品いっぱいあるけれども、本当それのもうドストライクなネタ商品ですよね。まあ言っても私は金沢カレー大好きだから。これは美味しく飲めると思いますよね。たとえコーラといえど、金沢カレー入ってますからね。まず、あ、この時点でね、カレーの匂いプンしたわ、もう。カレーの匂いがする。するわ、ちょっとスパイシーなね、いわゆるパクチー、コリアンダー。パクチーは私、ちょっと生で食うのとかは本当バカじゃ、ちょっとありえないと思ってるんだけど、スパイスとしてのコリアンダーってね、美味しいじゃないですか。メキシコ料理とかも結構入ったりするし、最近ね、私は栃木の方に、まあ、レンさんなんですけど、ケイナのね、いただいたフルーツソースっていうのがあって、あれもすっごい美味しくて、それもね、多分コリアンダー入って、書いてなかったけどね。まあ、あとはこう、スパイシーなね、こう、アジアンな料理とかも、風味美味しいですよね。その風味がします。っていうか、もうこれカレーの匂いしかしないです。いただきます。皆さんこんにちは、ガンタカシです。今日はですね、タイトルにどう書いてあるかまだ決めてないですけど、レディオガガの定休日をもういよいよ増やそうと考えています。今ね、定休日はレディオガガ木曜日だけですね。まあ、火曜日は夕方の5時からの営業、まあ、午前中はね、私 YouTube を撮影する時間、もともとね YouTube 撮影する時間ではなかったんですよ。定休日を定休日としてしっかり休むために、いろんなね、例えばお買い物とか、ちょっと役所行ったり法務局行ったりとか、いろいろあるんですよね、お店やってると。そういったこまごました用事を過ごすための時間をですね、木曜日を休むために火曜日夕方5時からにしていたんですけど、最近はぶっちゃけ言うとですね、今木曜日定休日とはなってますけど、今日も木曜日なんですけどね。まあね、ほぼもう休めてないのと一緒なんですよね。私もね、若い時は、もう休みいらなかったですね。いらなかったっていうか、まあ欲しかったけど、まあなくてもなんとかなってたんです。気合とか頑張りでね。で、お店を32とかでね、始めて、そこから例えば1年か2年かぐらい、もう定休日なしでずっとやっていたりとか、その後もね、ほぼ自分が休みのない生活をもうずっと10年以上続けていたんですけど、まあいよいよね、さすがに今も48歳でしょ。で、自分の中ではまだまだいけるって気力的にはあったんですけど、この間ね、いよいよね、2週間ぐらい前かな、左半身がね、痺れ始めたんですよ。ね、最初腕から始まって、その後その次の日かな、もう首、肩から下の手の先から足のつま先まで、やばいでしょ、やばいと思いますよね、半身ですから。うわ、やっばと思って、その時点で月曜日だったんですね。この火曜日の日ですね、なんとついに顔、下の先から
本当左半身だけが全部しびれるっていうのは症状が、まあ、ずっとじゃないですよ、もう本当ほんの10秒間ぐらいみたいなやつが何回か出て、あ、私来たって、もうこれ多分あれだ、完全に脳だなってやっぱ思いますよね、うん、でその時点で火曜日だったんですけど、まあ、本当はねもう救急とかね救急外来なんかにもうすぐ飛び込むべきだったんですけど、予兆みたいなのがある感じだったんで、まあ、木曜日定休日だからもうちょっとだけ様子見ようと、うん、本当は様子見るべきではなかったなと今思えば思います。で水曜日の日営業終わった後ですね、水曜日も何回かそのあれが出て、やっぱねいろんなこと考えましたね、うん、うん、まあ自分の人生のことね、今後のこといろんなことを考えつつ、ね、あと家族のことですよ考えつつ、とりあえず木曜日の朝1で行こうと思って、で水曜日夜帰ってですね、で、まあ寝ている子供の顔をじーっとね見ますよ、それはねいろんなこと考えながら見ますよ。まあ言うてももう息子もうね、もうすぐ20歳ですけど、それでもやっぱりね息子は息子です、やっぱ可愛いのは可愛いです、もちろんね。木曜日の朝一起きて病院に行きました、ね、総合病院にね大きな機械が、まあ、ちゃんとした大きな機械があることをあと救急外来も一応存在するっていうのを確認した上で行ってですね、こう総合受付窓口に行ったらですね、頂上お話したんですね。そしたらまあこっちが何も言わなくても瞬時に秒速で救急外来に回されてですね、 MRI に割り込んで入れさせてもらって検査をしました。検査が終わってこうドクターがねこうと説明してもらうじゃないですか。そしたら何ともないと何ともない、なんか、まあ、関係ないけどなんか脳のなんか液体が流れるところの根元が何とかかんとかでって、これ僕も初めて見たんですけど、ちょっとこれなかなか見ないやつなんですよ言うて初めて見ましたみたいなものがなんかあるし、生活に支障はないらしいんですよ、先天性らしくてね、まあ、MRI 多分撮るの初めてだからね、それに今回気づいた、まあそのどうでもいいんですが、で話したら、まあ、血管も綺麗だし、まあ、他のもうだいぶ集中してみたけど何ともないと、まあ、医者として、ちょっと今言うべきではないかもしれないですけど、最近お疲れになってますかと、まあね確かにね疲れてるんですよね、もう毎日朝8時から、ね、まあ、8時から9時の間に必ずここに来て、そこから夜11時まで、ね、11時から11時半までいるっていう生活をずっと続けている。で、休みも、まあ、体はね、休めるんですよ、別に。その、例えば、木曜日もね、だいたい午前中から昼までいつも仕事してるんですけど、そこから帰って寝たりとか、ね、夜もゆっくり寝たりとかしてるんで、体はまあ休めてるんですけど、まあ、やっぱね精神的にこうお休み、うん、なんか自分がこう人として、うん、QOL っていうんですかクオリティオブライフっていうんですか、こうなんだろう、人としてのこう趣味とか営みとか、例えば自分がね、例えば今81の今結構ハマってるから81の練習行きたいってなっても、今の状況じゃ無理なわけなんですよね。ね、あのサーキットさん行ってみたいなとか、まあ、それも趣味の一環としてこう覗きに行きたいなとか、あと自分がねなんか、まあ、するかしないか分かんないけど、例えば釣りがしたくなったりとかですよ、例えば、まあ、釣りもそういうものもできないっていうのをずっと生活しているのもあって、まあ、医者としては言うべきじゃないけど、やっぱりね疲れてるんじゃないですかと。であと年齢もだいぶね50近いし、まあ、成人病なんかも出る年齢でもあるし、季節の変わり目でね寒くなったから、まあ、っていうのはとりあえず現状はそんなもんだと、まあ、救急外来なんでこれ以上の検査はできないから、まあ、ちょっとまた定期的に通ってもらっていろいろ検査していきましょうと。私人間ドックの予約もしてきました、ね、で、まあ、戻ってからねいろいろなことをやっぱ、まあ、今回ねその俺私もね脳がやばいって思ったから、自分でいろんなことをね考えた中で、やっぱりもう自分の生活もねちょっと変えていかないと、こう勢い若さでね勢いでやっていける年齢ではもうなくなっているんだなっていうのをちょっと痛感してですね、やっぱその体の休みというよりも心の休みですよね。やっぱりこうラジコンは好きでね、まだまだ趣味としてやっていけるけど、やっぱりここにいるうちはやっぱ仕事なんですよね。で自分が仕事じゃない日に
ラジコン行くのは趣味としてラジコンできるんですけど、なのでもうちょっとね、決断をしようと思って、まあかね、まあよく言ってくださいますよね。まあ、とにかく YouTube のね、こうコメントとかお便りでも多いのが、まあお体に気をつけてと、メッセージでもね、とにかく体に気をつけて、まあ確かにね、分かっちゃいるんですよ。でもやっぱ生きるの必死なんで、どうしてもないがしろにしがちなんですけど、今回ちょっとやっぱいろんなこと考えたんで、やはり体のことも大事にしよう。ね、うん、若さと勢いだけじゃもう無理だなと。来年には49、その次はもう50歳になるわけですね。結局定休日2日にしたら1日はね、多分ほとんど仕事しちゃうと思います。うん、それは間違いないです。っていうのは、しないと回らないからですね。ですが必ず1日はしっかりと休めますし、時には2日間を有効利用して泊まりなんかでね、遊びに行ったり温泉行ったりとかね、遠くのサーキット行ったりとか、そういったこともできるようになるんじゃないかなと思います。まあ、お客様ね、常連さんのね、昔から仲いい常連さんとかにもね、こうお話したり相談したりしながら、もうみんな年配もね、あれですから、もういいんじゃないともう例えば売り上げ落ちたりなんかしてもいいんじゃないって、もう十分やってるからしっかり休み取ろうぜっていう意見をね、みんな言ってくださったんで、自分でこうね、お店を経営するっていうのは常に売り上げとの戦いです。シビアな話、自分の生活を守るためにどこかにこう休みの日でも常に日常生活の中で、こうやっぱり商売のこと、仕事のことっていうのをどこか考え続ける時間がやっぱ必要なんですよね。まあ、これが自営業者のね、宿命かなと私は思ってるんですけど、まあ、この先ね、どうなるか分かりません。この休みを取ることによってこのお店が回らなくなったらまた戻すかもしれません、それはね。うん、ところが、まあ、ですが、まずは今そういうことを考えずに体のことを第一に考えて、一日しっかりとしたね、うん、人らしい営みがね、皆さんがね、趣味をね、週末楽しまれているように、私もねやっぱり一日こう趣味としてね、ラジコン楽しむ時間であったり、こう例えばね、まあ今のところあんま興味ないけど、ちょっとキャンプに例えばね、行ったりとか、そういった時間もやっぱり作れるようにしないとダメだなと。今後ね、ずっと続けていくにはやっぱそういう時間をどうしても作れるようにしないと多分続かないなと思いもあって、ですね、まだ日にちは確定していないんですけど、11月の末頃か12月の頭頃から木金と連続した定休日をいただくようにしようかなと思っています。でその代わりといってはなんですけど、土曜日ですね、土曜日今営業8時で終わってますが、土曜日の営業は11時まで、土曜日は朝10時から夜の11時までのまあまあ、でも前の日しっかり休んでるから多分いけると思うんですけどね。まあ生きる屍でもボケーっとしたら、もう店番だけでもいいんですよ、なんならね例えばね、繁忙期の例えば年末年始であったり、なんかゴールデンウィークにかぶってるとか、お盆にかぶってるとかね、なんかそういう、こう連休の兼ね合いとか、そういうのに入れば木金関係なく営業はいたします。それはまあ都度ね、まあ、ホームページや、あとなんだ、私の Facebook ページ、SNS 等でこうご案内はしていきますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなわけでね、相当、私のために、ね、時間を作っていただいて本当にね、ありがとうございました。まあ、YouTube はね、これまでと同じようにですね、今サブチャンネルもね、やらせていただいて、おかげさまでね、たくさん見ていただいて本当にありがとうございます。メインチャンネルの方ですね、多分週4から5ぐらいにちょっと減らさせてもらうかと思っています。まあ、サブチャンネルの方もね、週3回ぐらいか4回ぐらい上げる感じで、まあ、それはね、実はそんなに、おかげさまでありがたいことに、そんな負担ではありませんので、そこはね、ご心配なく、どうぞ。はい。そんなわけでですね、私個人のことに、ちょっと長々とね、お話をお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。